テレビ討論会とは米大統領選最終盤の重要なイベントになります。公開の場で、候補者同士が直接意見を交わします。その様子をインターネットや主要テレビが生中継、全米生中継いたします。そう、今日本日、日本時間の27日その第1回目が行われました。2人は、それぞれの政策を発表するとともに、互いを批判する主張も展開いたしました。クリントンさんは、雇用の消失であるとか銃規制に取り組むということを主張すると一方、日韓のとの同盟関係も強化すると発言しました。一方で、トランプさんに対しては、人種差別主義者であるとかあるいは大統領にふさわしくないと、そういった批判も展開しました。トランプさんなんですけれども、これまでその中国やメキシコに奪われた雇用を取り戻すと、そういった意味で貿易協定の再交渉をするといったことも主張いたしましたし、日本や韓国などの同盟国に対しては駐留米軍の経費の支払いを十分にやっていないといったことも言いました。一方で、ヒラリー・クリントンさんに対しては彼女の使用メールアドレス問題であるとか、あるいはそのクリントンさんが先日病気、しましたけれども、大統領としてはスタミナがないんじゃないかと、そういったことも指摘いたしました。今回の大統領選は、米国史上初の女性大統領を目指すヒラリー・クリントンさん、政治経験が全くなく規制政治の打破を訴えているドナルド・トランプさんの対決、異色の対決と言われていて、全米中が注目しています。今回の第1回討論会は、1億人が視聴するのではないかという事前の予想もありました。ただ、今回の大統領選は、不人気同士の対決と言われています。それぞれ好感を持てないと言われていると答えた人たちは5割を超えています。一方2割の有権者はまだ投票先を決めていないというふうに答えています。討論会は10月あと2回あります。こうした人たちをどう取り込んでいくのか、11月8日の大統領選本選に向けて2人がどういう主張を展開しているのかが注目されると言えます。